皆さん改めまして、明けまして、おめでとうございます。運極王ことギーコちゃんです。はい、昨日いや今日の午前0時、皆さんねライブ見てくださった方本当にありがとうございました。最大同節が31,050人ということで、いやー本当にありがたかったです。久しぶりにギーコちゃんこの運極ライブってのやったなと思って、いつもなんか年2回ぐらいやってたイメージだから本当に嬉しかったです。嬉しかったと同時になんか感謝っていう部分がすごく表に出たなと、ここら辺からむき出しになったかなって思いましたね。感謝忘れちゃいけないんだよね、やっぱり。あんまりね、用の言葉言いたくないんですけど、感謝って忘れちゃいけないんだね。うん、だから感謝忘れない1年にしようかなと思っております。はい、そんなわけで本日なんですけども、ギコちゃんは この子はね運極にしたんですよ。運極にしたんですけど、何せだよ、2体しかおらんのよ。やっぱ艦隊で使ってみたいなっていうさ意識はやっぱ心のどこかにあって、なので欲しい、まだ足りない。君じゃない、ピナーはもういらないんだけど、そうリバースモードをオンしたいの。いい太ももだもんね。ただこれ1個前の動画で1体目当たるのにどれぐらいかかったのかとか、まあ、それ出してないか、じゃあ言いますね。オーブン2000個で1体でした。これアルセイノもそうだったんですけど、めちゃくちゃ激渋だったというか、やっぱり星玉のキピピピピピーンっていう新環境があったからこそ運極になったっていう部分があって、 0.6% とは書いてあるんですけども、星玉天井キュピピピピン確定演出込みで 0.6 ぐらいだったかなっていう、着地したかなっていうところでしたね。うん、まあとはいえ、まあ、0.6% 前後っていうところでは着地してると思うんで、まあ確率通りなのかなと思うんですけど、運営さんこれさすがにでもね限定が多すぎる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 って、まあ、5ぐらいにしといた方がいいと思うんで、まあ今年モーセとか、あとまたアルセーヌとかハレルヤとかも、これもう右のやつ全員落としていいと思うんですよ、はっきり言って。うん、思うよねみんなもね。なんか確定数来ても期待ができないというか、これじゃあ、10分の1だからね。いや、11分の1だからね。欲しいキャラクターが。10% も来ないんだよ、確定数。出たとしてもね。だから、そこはちょっともうちょっと期待値上げてほしいなっていう。価値を上げてほしいなと思いますね。はい。まあ多分こう思ってる方も多いと思うけどね。だからね、代弁させていただきました。代弁ってうんこじゃないよ。さあ！まずは10連目。運極号いいよね、これね。さあ。出るか。いや、昨日マジで地獄だったからな。もう引きすぎて。あれ？あ、うん。あ、ちなみに、ビナーは今でこそこうやって出てるけど、昨日ビナー1個当たるまでに必要だったオーブ、5000個でしたね。ビナー1体で5000個だよ。やばくない？どんな確率？と思ったの。確率、収束とはそういう話じゃないんだよ。5000個で1体はさすがにね、マジ吉だなと思いましたね。まあ今はね結構ボロボロ出るようになったけど、何だったんだろうねあれね。便秘と一緒なのかな。一回って出るまではちょっとしばらく線になっちゃってるというか、そういう感じなのかな。とりあえず1体当てたいですっていうのが地獄の始まりなんだよな。毎回思うけど地獄の始まりなんだよこれ。いやー昨日死ぬほど見た。いや今日だよ。今日の午前0時に死ぬほど見たこの映像。怖いわ。10連で当たる気配がね、こう、ないというか。一発目の変顔ですね。いや、二発目かもしれない。昨日やったかもしれない。配信中に。最初の方だけ。同節31,000人ってことは、昨日のライジンの、スタジアム
に入った人数と同じぐらいってことだもんね。すげえ嬉しいんだけど、そう考えると。アテム、アテム、おいで。うん、色はちょっと似てるし、属性も一緒だね。うん、あと性別も一緒や。いやー、ヤーマンだね。やばい。うん、なかなか渋いな、やっぱり。うん、そろそろ一体当てよう、お願い。でんでん、違うよ、エリザベスじゃないよ、欲しいのは。違うよ、これよく運極にしたわ、これ本当に結構大変だね、やっぱりね。あのイベントとか、この後来る伝説の武具5かな、わかんない、4かな、あれとかは30万ぐらいでなりますよ、皆さん。30万ぐらいで運極になります。はたまた2月に来るコラボもう、まず、安ければ30万ぐらい。で、全部運極になります。うん。要するに、オーブ5000個ぐらいだよね。うん。5400個とか、600個とか、それぐらい。で、新春超獣神祭は、今までの環境で言うと、まあ、100万前後だよね。うん。全然当たんねえな、やっぱり。100万前後だね。ただ、今回は、79万円だけなんで、確か俺が使ったの。オーブで言うと。だから、やっぱりあの、星玉確定っていうのが、すごく前向きに作用してるなっていうのは感じたかな。うん。ハレルヤ選球。あれはマジで大事。まあ、とりあえず1000個くらいまで引くか。うん、残り1000個まで引くよ。しょうがない、これは。運命だ。運命共同体だよ、週末運命共同体だよ、頼むよマジで。ベルサイユか、久しぶりに見たな。キャラマジで本当にたくさんいるからね、今ね、モンストでいうと 6000体ぐらいいるのかな、全部で。ガチャゲンでいうと4000とか3000とか、それぐらい、すげえいるよね。とあえー、勝ち申したんじゃねえのこれ、セーラーない、素晴らしい、素晴らしい判断だし、誰、私の言うこと信じて、バカじゃねえの。ハレルヤがすごい出てくる、ピピ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 ン、あーもうちょっとやっぱり相性悪いわ、俺この子相性悪い。あ、カノンは嬉しい、それは、うん、前向きになれる自信がある。でもカノン運極じゃないけどね、俺それで言うと厳しめのパブロンよ、それ。一体を当てたいな。おお、オーマイガー、あれあと一体、願わくばあと2体、強欲に行く、強欲の壺みたいな顔してるだろね、完全に強欲の壺だったでしょ。よし、これはもう、これはジャイアンガキ大将、イメージ湧いてきたの、この10連で出てくる。カノンは超嬉しい。カノン運極遠いんだよ、まだ50とか70だ、結構いってんな、もう70歳だったんだ。あーはあ、ヘイルトゥーユー、頼むよマジで、出る気がするんだ。あの子から見たら左上、俺から見たら右上向いてる女の子、欲しいな、ええー、
カモン、カモンベイビー、カモンベイビー、玉ねぎ食べれる。頼むよマジで。光、サイ、セイ、セイ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 、千個まで行くよ。オーブもさ、いいな、いいな、いいな、人間っていいな。素晴らしいな本当に。あと20連引いちゃうよ。じゃあこれでもう泣いても笑っても本当にペンペンのチンチンね、終わり。つまりよし、気合入れていこう。水飲むわ。ああいいね。アラミスってグリーンファンタジーのイメージだったわ。違ったね、そういえば。あと10連ラスト、ファイナルエディション、 Thank you、 カモン、ブーンってくれ。今何の音、ブーンっつって。これと星玉で、まあ星玉キュピピピピンっつって終わりでいいんじゃない。全然それで俺は噛めへん、噛めへんよ。うん、そう、そうなんだよ。だからさ、なんだよ今年は何がしたいんだ、俺に何をさせたいんだ。ありがとうな。いやマジか。悔いがないわ、もうこれで。はい、まあそんな感じで、なんかささっと、まあオーブ700個ぐらい使いましたけども、いや900個使ったのかな。3体当てること、300個で1体ぐらいでしたね。相当運がいい方だと思います。はい、まあそんな感じで、この後、夜9時からですね、オラコインちょうど今来てるんで、これね、あの皆さん大事っすよ、絶対やった方がいいイベントっすよ。オラコインこれね来てます。あのこれこれね、ツルリック&カメリアで、これで何が手に入るかっていうと、一番上のオラコイン引き換えね、左下のモンスターを押して一番上の引き換えあって、なんと様々なキャラクター、そして、まあ、声、ビナーのボイスだったりネオの声で、あとはアイテム、様々手に入りますんで、これちょっとね、あの目指してやっていこうと思います。で、金のオラコインもたまに獅子舞オラゴンだったかな、なんか出てきて、多分1枚で落とすんでしょうね。これを手にすることもできますんで、皆さん今日の夜9時から一緒に回りましょう。キコちゃんはね、ちょっと使用回数も増やしたいということから、思いっきりこの子使わせていただきますけども、もしよかったら一緒に楽しみましょう。つうわけで、バイなら。